今ままでフランス語の発音を一緒に見てきましたここでもう一度特に大事なことをまとめてみましょうまず「amie anglaise まず 音の出し方では口の緊張が大切でした。特に口の開きの狭い音は注意が必要です。例えばイルイルラーラーシェシェウン

chez. Chez. Tsukini. Biborini. Emmène. Emmène. Souvent. Souvent. Enfant. Enfant. Anglaise. Anglaise. 今ののこことに気ををつけてて文を発音ししみましょう次にフランス語では単語を一つ一つ切るようには発音せずリズムグループを一つの単位として発音します。 単語,と単語をつなぐものとしてアンシェヌマンとリエゾンがありました先ほどの文でアンシェヌマンは「Leur enfant, leur enfant」「Una amie, une amie」またリエゾンは「Ils emmènent, ils emmènent chez une, 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 chez それでは先ほどの文を単語ごとに切らずにリズムグループを一つのまとまりとして発音しましょう。に アクセントは単語ごとにあるのではなくリズムグループの終わりの音節にあるのでしたそしてそれぞれのリズムグループの終わりは尻上がりのイントネーションで発音し文の終わりだけ尻下がりに発音するのでしたこのことに気をつけてもう一度先ほどの文を発音してみましょう「イズ・エンメン・ソヴォン・ヴォル・ンフォン」「シェズ・ユミ・アンゲレーズ」 Ils souvent chez une よくできました。発音では一つ一つの音の出し方ももちろん大事ですが全体としてフランス語らしく聞こえなければいけませんこのことをよく覚えておきましょう